さあ、やってくるのは、コラボか、アルファか、2月9日のモンストニュース、見ていきます。あ今回は、唐突演出なしかじゃあ、目次で分かるパターンかままよろしくお願いしますよろしくお願いしますお品書きはこちらお品書きはい、えっとあれ新入れええ新入れちょ待って、新、えし、新入れ上、 情報修正もある爆絶マイキープガチャに未開の大地。えどうういうことえコラボコラボ,コラボすらなしどうい,いうことでい、ね、マイキープガチャ。まあ、これはもう始まってますから、特 <laughs> に言うことはないですね <laughs>。未開の大地に、未開の大地42。42まあ。 はい、14日からまあこれいつも通りですねとっとと個人的には <laughs> 終わって一旦みんな同じスタートラインからやってほしいって私毎回言ってるからいつか届いたらいいなと思ってますこれは33新たな爆絶トレジャーナインあるやつよね R, R ちょっとこれは何だこれなんかこの雰囲気遊戯王か FGO 第71 <laughs> 部7章のギルガメッシュをちょっと彷彿とさせるんですけどでやってくるのは来週の金曜日ですね えってことは、えコラボもなくねこれ。えあの、いや、だって、コラボあるんだったらさ、来週の金曜日って、もろ超究極とかぶるやん。えどういうこと えどういうこともしかして、なんか劇中にぶっこんでくるパターンあれ、劇中ってまだやってなかったっけやってたっけそれか超急にぶっこん超絶、え超重震災にぶっこんでくるパターンかえとりあえず、新イベ見たら分かるか新イベ見たら分かるかな、まあ、はい、極楽浄土のトルジャーナインはまあ今度のやつで2月11日で終わる, <laughs> 終わるんで、ちゃんとやっておきましょう。続いて、さ新イベ んえいや、やっぱりこれがこれが何に変わるあ、これがなんか文字入れ替わって、はか、なんだこれはねの錬金術師じゃないこれ。はねの錬金術師的な感じじゃないこれ。え、ですよねはがれんじゃない今のなんか綴り的に。あ、やっぱり、やっぱり、はがれんでした私予想全然違いましたね。あれ、広ろがかじゃないのかはがれんって今なんかあったっけイベント。 6年ぶりか。えってことは、エドエドあるあれでもこれ、あれでしょもう多分最後までちゃんとやってくれるパターンでしょおーはがれんコラボ第2弾私の映像全部外れましたね。ダンマチとかじゃなかったヒロカとかでも <laughs> ってことは、えエドある、エドある、大佐。 あと誰いたっけその星6に角に足りそうな人。じゃあ、グリードか。あれあ、じゃあ、えグリードあれあれあ、じゃあ、れか。エドあるは混ざってんのか。だから、ちょっと待って、まあ、どういう風に重心化するかどうかね。ワンチャン分岐やれるんじゃないこれ。ワンチャンエドとあるで分岐するんじゃねえのいや、そしたら結構当たりコラボになる可能性ありますけど、どうなんだろうな。はい。 まあ日曜日のお昼から。まあこれは、事前の予想で言われていた通りになってるね。さあ、キャラクター。んあ、そっか、あれか、星6から、新星6から始まるのね。非属性の万本円ハイム。<ー>あぶね、ハガレンはがれんは私も漫画も読んでるし、アニメも見てるから、全部わかってる状態よ。非属性か。こでえっと、性能が えっと、反射のアジンバランス、ゆっくり持ってんのか。で、友情じゃあ何ラウンドバーストと貫通ターゲット録音消費はバランス型でか。で、ダメ鬼地雷に魔法陣持ってて、ビットンブレイカーを持ってる、SS 短縮を持ってる。持ってるアビリティだけで言ったら貫通だったら天馬三滴性ガチなんですけど。え、で、SS が20プラス8ターンで自強化プラス、味方の、触れた味方の減速率緩和と停止後に あこれ画面全体遅延じゃない停止後敵のターン増加させるって画面全体遅延とそうね味方の SS 感は味方のサポートみたいなキャラだったっけちょっとまあこれ多分あれが出てきてくれるでしょうどういうふうな SS 演出なのかみたいなそして注目のストライクはいこちらもうサポート力はかなりどんな感じでラウンドバースまあ普通に自供化よね自供化の後にどういう感じになるのかこれどこで使ってる二階か うでするどんな感じーンンああー、この檻の部分ねで画面あちょっと待って遅延のターン見てなかったな <laughs> それは右側に書いておくでしょうあーでもこれあの檻のシーンねあるとあの人一緒に閉じ込めたやつであーはいはいはい,い,い,い、ね、水属性そうねあの人大佐だってあれ何,何だっけあの回避忘れちゃったけどで貫通のえっと 性能が、貫通のアジンバランスガイド。ーで、重力、魔法人、転送壁。重力魔法人転送壁って、刺さるとこないよね。<laughs> あれこれちょっと今刺さるとこ多分ないよね。で、重力バリアキラー持ってて、友情にも乗ってくる。シールドモードだからダメージちょっと減ってる。SS が、スピードとパワーがアップ、停止後に刀で攻撃。なんか直殴りワンパンみたいな雰囲気醸し出してるな。で、ハイクロススティンガーと、あ、 これ、優勝強いタイプか。ま、あでも、転送壁だからな。今んとこ確か水の転送壁必要なクエストってそんなになかったよね。SS は多分、直殴りに乗りそうな雰囲気醸し出してるな。ハイクロスと超絶ホーミング貫通でもらえるって結構強そうな雰囲気醸し出してる気がするんだけどな。で、重力だし。SS。あ、そっか。まあ、シン、シンガラとか <laughs>、ちょっと今更感が若干あるけど。 どんな感じやっぱ、直殴り乗るでしょ、これ。直殴りしかまともに通じないもんね。出たこれで、一気にん。ん内釈拾ってるタイプかえちょっと待って、今、内釈拾ってた、これ。あ、内釈拾ってるね。内釈拾ってる直殴りも、多分これ、乗ってるでしょ。乗らなかったら1億なんて。ああ、いや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 。リザアンドロイ光属性。リザの方があれかな、主役になってるみたいな感じかな。 これは多分地下道で戦ってるところで、あれ地下道のところで合ってるっけそうよね。あ、え、なんか変な予感がするのか友情コンボチラって見えたけど。えっと、貫通アジン砲撃のゆうくりでしょで、ダメを魔法人、ダウンポジションキラーも友情に乗ってくるから、下半分1.5倍、転送壁。んアーニャと一緒じゃね <laughs> アーニャと一緒。一定期間敵の防御力ダウン弱点効果をアップされる長弾、味方を動かし敵へ打ち込む。 なんか強そうな気がする。いや、これ、ワンパンの接待キャラか <laughs> で、16、8ターンでしょで、えーと、超強ウォールスルーバネットとリバースウォールスルーバネット。なんかこれあれだな、あのー、タイバニのファイアーエンブレムの雰囲気を若干醸し出してる感がするけど、どんな感じになってるかなこれ。ダウンポジションあれファイアーエンブレムって確かウォールスルー持ってるだけだったっけ リバースウォールスルーと東京ウォールスルー同時にもらったら強いのかこれアビリー SS は超強そうな雰囲気かもし出してるけど SS は大号令でしょ大号令と長弾はあ先に打つのかあこれいいね <laughs> あ分かれでも大号令と防具ダウンと入ってるからたぶん自分に触れた時だけよああ見た今のこれ長弾で防具ダウン入ってんじゃん 超弾の時点で防御ダウンと弱点強化入れてくれるのかこれ、多分さすがに1.5倍だろうけど、いや、1.6倍とか7倍とかもらってたら最高なんだけどな。まあさすがに2倍じゃないでしょ。2倍だったら私のワンパン常連になるわ。え、うん、ー、16ターンで打てるのと8ターンだから。で、あヒューズと。<laughs> 師匠じゃ師匠。あれ、ヒューズ以外に。 ヒューズ以外に誰かいなかったっけなんかもっといい感じの人。あれでも声優さんって、あれあ、あー来ましたあ、これ分岐重心化でしょ絶対これ絶対分岐重心化だわでかで貴族性ね。そうね、エイドバーズだけだったら。あ、でもあれね。右手、いや、なんでもないや。これ。で、はい、性能は、うん、いや、これ多分強そうじゃないえっと、貫通、アジン、バランス、クリティカル。そうね、もともとのあの、進化の形態かな で、重力、ダメオももらった。で、アンチブロックはもらってるかな。で、カウンターキラーが確か元々持ってたけど、スワビカウンターキラーにもなって、ダッシュにもなる。雰囲気的には、なんかチェーンソーマンのアビリティと割と似通ってる感じになるかな。で、ラウンドスパークと、超強貫通弱点オン消費か SS、そうね。 あとは、停止後に連成した剣で攻撃。あなんかこれ剣で攻撃とか撃機と力繰りワンパンの雰囲気。結構するな。でも、剣までは、ちょっと使える雰囲気じゃ、ない、よね。いいいはい、SS。ね、やっぱ縦よ土産流か SS ボイス。でスどういう感じあ、でもこれなんか弱点必中の雰囲気すると、あこんな雑に言ったら、絶対弱点になったんねんもんね。ううう弱点必中か、敵の中心貫く系か。 あ、あ、ね、暴れる系か <laughs> 暴れるくんタイプの SS ね、これ。れここね、何回 ?5 回ぐらい移動して攻撃してるパターンかなえ ?5 回 ?1、2、3、4、5、6、6回攻撃するパターンかなへ、ね、えー。ーあれこの演出って原作にあったっけちょっとパッと出てこねえや、一瞬。で、アルフォンスですね。ダム、ダメオワープの方を持ってる方になるんじゃないかな 二通り分岐重心化ですよねあーエドワードどんだけ持ってたっけ <laughs> どんだけ持ってたかな私ダメオーワープだったらワンチャン地雷もらえれば天満いけるんだけどな地雷くれ地雷はいそれでは捨て出ス見ていきましょう,う,しう地雷くれ地雷うんいやもらってないなえっと何もらってるこれ 反射のアジンバランスクリティカルで、もともとそうね、お互い両方ともじゃあ超バランスにできるのか。で、ダメオに、ワープは超ワープに変わって、睡眠無効も確かもともと持ってたはず。新しくもらったのが、だから、えー、っと、超ウィンドに減速壁に状態異常底力もらったのか。で、セいが、フレッ、んちょっと待って。 いやー来ましたねこれこれ私のたまにごく稀にネタ攻略で使ってた。触れたダメージウォールをヒーリングウォールに変換しつつ、減速壁、加速壁に変えてくれんの。うわーこれ私のネタ攻略で出てくるかもしれへんで。しかも12ターンだから、いや、かなり高頻度で回せるな。2体入れて、2体はネタキャラみたいな感じの攻略の仕方、あるかもしれないですね。で、3方向追従貫通と、 超強四反射分裂弾もらってるから、SS 使ったらだから減速壁を加速壁に変換するんだから、速度面に関しては結構問題ないから、そうね、サポートとしても使えそうだし、ま、どこで使うかって言われると、えーっと、ダメを減速ワープだから、多分そんな、天魔もそうね、結構きついか。だから今回のコラボは今んとこは、天魔ではそんなに使えるところじゃなくて、ま、あ初心者が始めた時にいろんなところで使い回せるような感じの雰囲気醸し出してるな。 感じになってるかな ss そうね,そうね結構これあしかも壁ドンじゃよく見てなかったけど <laughs> 壁ドンもらってで足りない速度の自強化はあれか加速壁に変換することでいけるのか逆に考えるとこれ減速壁のないクエストで使ったら結構しんどくねどうなんだろうもう誰も殺させないわ SS ボースそのまん、ね。あそうね速度の自強化はなさそうだわ減速壁の変換は見せてくれないんかい <laughs> <laughs> 原則壁の変化見せてくれないんかい,かいんそうねタコ倒した後に壁ドンで防御ダウン下がって,ってるま削ると、はいはい、壁ドンの倍率とかもどういう風になってんだろうあーそうね2通りの分岐の重心化が可能ってことで、まあ、最近だとカかマギカのドかが同じような感じになってるかなもともと持ってる人もいるからそれだったら分岐で使えそうね で、ああいやーやっぱここですね <laughs> 後ろにめちゃめちゃいる <laughs>。なんか雰囲気銀玉のあれみたい。まあ、原作最後まで見た人だったらこの意味がわかることでしょう <laughs> なんでリザが、リザとロイで組んで、ロイももらったリザといるんだよみたいなのも、原作見ていただければわかることですね。はい、どんな感じなんかなダメを、あこれ天馬いけるかなえー、っと一気に、一 <laughs> 気<けね> <laughs> 後ろの人消えちゃったの <laughs>。ちょっと寂しいって思っちゃうけど、あれ、銀玉、銀時もそうだったっけ で、貫通のアジンバランス。これも超バランスにできるタイプか。で、超重力持ってて、ダメオマイン持ってるから、一応天魔の3はいける雰囲気になってるね。で、友情コンボ底力持ってて、SS ターンチャージも新しくもらいました。だから、この3つを新しくもらった感じになってるね。で、SS が、自強化してから最初に触れた時に、炎の錬金術で攻撃。これがね、確か時間殴り乗らない仕様だったんですよね、昔は。であとは、ツインインボリュートスフィアと超絶爆発。 どうだこれ、ツイン、あ、ツインってあれか。あの、えっ、ー、と、アミダと同じ友情か。じゃあ強いね。で、しかも一応、友情コンボそこからあるから、天まで、あ、天まで使うと友情コンボあれか。ま、あそんな感じで、そうね。普通に、なんか他のとこに必要な気がするけど、割合欲しいな、割合。いや、でも先にこういうこと言うと割合なかったらしょげるから、あんまり言わないでおこう。で、SS は、どんな感じ最初に触れた敵に攻撃上昔は近くの敵じゃなかったっけどんな感じ ああこれ画面全体割合の雰囲気臭いぞ <laughs> これあのね、何を見てそれを判断したかっていうと、これあの、真ん中のウィンド見てください。真ん中のウィンドウだけ、アホみたいにダメージ出てるじゃないですか。で、同じように左上に何も与えてないダメージのキャラが、あの、240万なんですよね。こんな感じで、あの、ダメージが違う状態が出てきた場合、割合の可能性めちゃくちゃ高いです。っていうか、ウィンドに対してヒットポイントめちゃめちゃ多いんだから、 ていうか、普通に1億ダメージ与える攻撃なんてもう大半のクエスト死ぬから、まあ、これ確実に割合になってますね。はい、画面全体割合もらったのかいや、<子>よかった割合もらっててあ、で、リンヤオスね。スこれがね、確かね、受けるダメージを99%カットっていうアホみたいな性能してるはずなの、はい、このキャラしか持ってないんじゃなかったっけはい、はい、性能は、どんな感じかなえっ、ー、と、闇転送壁。反射の、まあ、ホムンクルスはもともとね、スピード型になってるから、超スピーゆっくり、 超マインと確か、地雷と転送壁、あんう地雷と魔法陣対応のキャラだったはず。で、転送壁を新しくもらいまして、また闇の転送壁が一体増えた感じ。あとは、連撃キラーと回復と SS 短縮。あとは、SS が、グリードの力で、スピードとパワーと防御力が一定期間アップして、あ、自身の減速率緩和をもらってんだ。いや、これ、いや、どうだろう、どれぐらいの緩和するかによって。 <laughs> コナン君緩和だったらマジでやばいんですけど。どうだろうさすがに。これね、昔だと防御力確か火ダメ99%だったか90、90%カットぐらいしてくれたはずなんですよね。だからダメージがね、すげえ減らせたんですよ。で、超絶スパバル。あしかも超絶スパバルってこれ、ミカエルになってじゃないミカエルはね、毒キラーもらってるけど、まあそこには、さすがに、ちょっと届かないかもしれないけど、かなり強い友情もらってるんじゃないで、連撃キラーは殴りだから友情には乗らないか。そんな感じになってるね。結構これも、 なんか強そうな気がするな。ただ転送壁だからな。うん、未来のキャラになりそうな <laughs> 予感がちょっとする気がするけど。ね、自身の減速率カ和ンがどういう風になってるからな。はいはい、しかもこれ一定期間アップ系が三巡継続。はいはい、あの、ユニコーンとかと同じだったら、これもこれでまたやばそうな気がするんですよね。SS 短縮をも,もらってるし。ね、さすがに二巡かな。はい、二段階目で。がで SS が、 変形して、ま、暴れ回って、原則に使うのがどういう風な感じになってるかね。どうだろうプヨとか殴ったら一瞬でわかるんだけど、そうね、結構減ってるような気がするけど、ま、やっぱり、プヨ殴んないとこれがどれぐらいかはわかんないかな。で、日曜日のお昼から重心が解禁されると。いや、久々に第2弾だから6体使うことになるのね。いや、すげえボリュームになりそう。 で、ガチャは、そうね、2月12日のお昼から始まって3月2日まで。なんでガンダム1月までだったのさ、ほんとになんか、巷で言われてたオーブ引き換えの嫌がらせみたいなのがあったりしたのかなあ,あ、コラボスターターパックで、エドワードウィンリーね。で、コラボスターターパックだから、ま、1000円払うことで購入できますよというふうになっております。で、水属性でステータスは、えーと、性能が 反射のアジーンスピード、地雷、ウィンドウ、魔法人、転送壁。また水転送壁か <laughs>。え、転送壁覗いたらどうだウィンド魔法人地雷でしょえー、いや、ないよね、そんなにたくさん使うとこ。で、ノーダメヒールっていうなんかやべえやつ1個持ってる。SS が、自強化と触れた、ね、すべての敵にスパナを投げて、最初に触れた時に錬金術で作り出した拳で打ち。ま、あさすがにこれは、 自家殴り乗らないよね、さすがに。で、友情コンボが、諸絶貫通拡散とトライデントチップ層。まあ、そうね、スターターパックっぽいキャラかな、雰 <laughs> 囲気的に。なんか持ってたらどっかで使うことあるけど、持ってなくても現状はなんか、そんなに問題ないような気がするけど、まあこういう時になんか割合とか持ってたりするとやべえみたいな感じになるけど、さすがに、 いや、さすがに、ないよね、割合は。うん、SS が、どういう感じになるかなだから、触れたて、あ、停止後にか。だから、メテオプラス、時間殴りの乗らない追撃なイメージは私持ってるんですけど、どういう感じになるかな降ってくるメテオ、降ってくるスパナとかだったら。<laughs> メテオやんってない。あ、でも、スパナ持ってるね、すでに。どんな感じだろう。どで、その後、最初に触れた敵に対して追い打ちしてくれる。お <laughs> あ、吹っ飛ばし系ね。 えす、えすべての敵にスパナ投げてる今。えすべての敵にスパナ投げてるあ、あれか、キャラが重なってるから、スパナが重なってたみたいな。そんな感じでもなんか、あれ防御ダウン入ってるよね。いや、この防御ダウンが高いバリズだったら接待とかで出てくんのかな <laughs> いや、どういう感じになるけど。まあ、少なくとも、力繰りのく乗る攻撃じゃないから、ま、あスターター用のキャラみたいな雰囲気。結構醸し出してるんじゃないのかなみたいな。 んああーなるほどね、降臨キャラね、傲慢のプライド、もうネタバレやん <laughs>、ね。ネタバレやないかい、どう考えても、まあ、進撃ほどのネタバレじゃないか、怠惰のスロース、貴族性で、で、あと、超究極のキャラで言うなら、誰だキンブリーかあれ、出てきた、あれ、キンブリー出てきたら、誰だ超究極級のブラッドレイかでも、ブラッドレイ全体出てきたよね、どうだろうああれ、ばっかりや 敵なんだ <laughs>、まあ。まあまあまあ敵っちゃ敵なのか敵っちゃ敵でいいかでバリーザチョッパーねで超級曲が出てくるんじゃないのかなこのあと誰かなあれうんちょっと説明の方いかがでしょうはいバトン立ちさせていただきますこちらあっアメストリスミッション,ションえっ、ー、とミッションクリアして連成素材連成素材使ってアイテム連成連成レベル上がるまあ これはなんか別の動画で解説した方が絶対いいからちょっとこれ今リアルタイム解説だからねちょっと伝わりにくい私も理解できるかわかんないからこれはまた別の動画でやるかやらないかまあそんな感じにしておこうかと思いますん長久玉じゃないこれ電話あっい, <laughs> いややっぱ大相当よね大相当は出てこなきゃみたいな前回の長久玉でも確かいや 前回もいたけど、やっぱ、今回も出てこなきゃね。うわ、かっちょよ。<laughs> いや、こういうかっちょいいおじさんはマジでいいもんね。いや、ハガレンはこういうかっちょいいおじさん多いから私好きよ。このいいよあ、歌われます、歌われです。なのキングブラド・ブラッドレイ出てきました、フンドゥ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 ドレでゥド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 ゥ ちゃんと出してたっけちょっと忘れちゃったな。で光属性はそのままなのでえっと性能どんな感じ性能じゃないや仕様はどんな感じクエストクリアで金あれこれって何か進化前のみたいな前と一緒じゃないで本来のラックにラックプラス99のボーナスだからいわゆるあのー、ガチャゲン集会で問題ありませんよパターンで全てのモンスターそうだね全てのモンスターが宝箱2個だからそういうことねだから運枠はいりませんよと基本的にガチャゲンだけで組んでれば OK みたいな。 あとは、火曜日の降臨、ババババ,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 バレンタイン。もう、私、まあ、これは私余裕ですね。バレンタインもらうようで、お母さんしか。全然イラスト一緒だから、これは。新しい進化形態もらうみたいなパターンになるのかな。で、最強の目。<laughs> もう、まあ、いやネタバレはもう、あれでしょ。進撃とかでやっちゃってるようなもんでしょ。何もらえるんだろう。えっと。 ミッション内容ああ、だから、あれか、超究曲ミッションみたいなもんか。それが、えー、っと、超究曲を、ラック90、ああ、運枠運極曲まで作ったら、あ、EL もらえるんだ。よかったね。天馬ない人も。<laughs> これいけるね。えー、っと、コラボ1段、ちょっと待って、これコラボ1段の超究曲で、だから前回1段頑張った人のラック数は、カウントされます。<laughs> じゃあ、新しく作り直せということね。で、あともう1個が、えー、っと、 連製お助けアイテムなし、お助けアイテムって、ちょっとここではカットしたけど、あの、な、クエストを楽にしてくるアイテムね。それ使わず、闇属性のキャラのみでクリアってことは、ひだメでかく、闇属性の攻撃がめちゃめちゃ多いパターンみたいな感じになるのかなそれでできると、えっ、ー、と、キングブラッドレイの、この、今回の見た目のバージョンと、あと勲章がもらえるっていうことで、じゃあ、あえあれじゃあ勝たないあれじゃあもしかしてただ勝っただけだとダメってこと <laughs> ただ勝っただけだと、多分こっちのブラッドレイだけができる状態で、ミッションをこなさないと、こっちのかっちょいいブラッドレイにならないってこと。いや、どうなんだま、さすがにガチャゲンでいいから、そんなに難しくはないと思うんだけどね。あ、とそうだ。これ光属性だから、リンヤオと、やっぱ噛み合うような感じになってるから、ついに闇属性の転送壁が <laughs>、光る瞬間やってくるかもしれないですね。光ゴーズじゃなかったみたいな。そしてこちらのキャラクターも登場してくださいます。 あ,あメイねもうちゅうか今回のハガレンの内容で完全に終わらせる気ねもうすべての内容多分原作の最後まで入ってるでしょもうあと来てないのってまあ一応ネタバレになるけどあの人しかいないから多分次の長級局であの人がやってきて今回のコラボは終わりパターンかな多分3回目はないパターンだと思うんだけどねさすがに。 情報修正があったっけ、はい、あ、ね、あ、なるほど、情報修正ってそっちね。え、あ、でも、あ普通のキャラもいるやん。え、なんで今 <laughs> 今今今ですかえ、今 <laughs> あれ、もっとなんか適切な暇なタイミングもっとあったでしょ <laughs> それでもコラボの情報修正と兼ねたかったのかなあ、 ま、左側は、まあまあまあ、うん、まあって感じだけど、左側のこの人たち。ただ、エンビーの情報修正気になるね。これ、いや、強くなったらやべえことになりそうな気がする。変装エセスだねこれちょっと気になるね。どういう風になるのか。はい、ということで、ランファンがあ、えっとね、これ、えっと、ちょっと変わって、これね、ナイっていう友情あるんですが、これ確か、なんだったっけ触れたらすべての敵に攻撃する、なんか全敵衝撃波みたいな、全敵録音衝撃波みたいな友情だっ はずなんすよね威力によっては、もしかしたらこのキャラ、制限クエストでめちゃめちゃ強いもんになるかもしれない。反射だからなんないかなまあそんな感じで、あとは転送壁、弱点キラー、超ワープとかももらってるから、まあこの辺は制限クエストでどうなんだろう。一応、区内がどういう風になるのかによって、制限クエストでやべえキャラになるのかどうか、変わるような気がするね、この人、おしずんの。で、重心化会。重心化会って来週の火曜日でしょ 超究極と被る <laughs> で、誰ショコラじゃないこれ。どういう性能だったっけショコラって。なんか落雷とか無属性の友情めちゃめちゃ持ってたイメージあるんだけどな。うん、どんな感じあれすげえ変わってないなんか、え反射のアジン超バランス勝手になってる。で、友情コンボにえーと、超重力減速壁地雷。 地雷重力減速壁だから、29の裏の方がいけるようになった感じかな。天魔は、そうね、むず、そうね、ブロックと魔法陣ないからダメか。で、あとは、 カウンターキラーが座り、遊、あ、友情コンもかけるんだよ。そうだこの人友情コンもかけるに結構珍しいタイプじゃなかったっけで、シルブレ持ってる、裏近期29でシールドブレイカーってなんか役に立ったっけちょっとパッと出てこないな。で、種族が、シルブコネクトスキルが、種族のキャラが異なるキャラが2体以上か、 戦型が異なるキャラ2体以上だから、まあ普通に篠田さんとかと組み合わせてもいい。アジンだからなこの人。アジンだからね、意外といろんな人と被りそうだけど、なんか私の頭の中でパッと出てくるイチゴとか篠田さんとかとは種族被ってないから、結構大丈夫そうね。で、SS が号令だから、一応自分がスワビ重力なんで、その辺も結構相性良さそうな感じかな。で、カウンターキラーもスワビなんで、友情コンボにも乗ってくるね。で、友情コンボが、エナジーボールと、超強洋洋弾。 で、それが、カウンターキラーで1.5倍できるのと、友情コンボ ×2 のエナジーボールって、どうなんだ当てられるそれ。ちょっとわかんねえな。まあ、とりあえず、どっちか一発は当てやすくなってるみたいな感覚でいいのかな。なので、おー、ちょっと面白そうな気がするけど、殴りも友情も、結構いけそうな感じするのかな。超満員とか思ってるから、どこのクエストでも地雷持って殴れるっていうことだもんね。なんか、どうなんだろうパッとなんか、あ、やべえみたいな感じになるのかな。続いて、 あ重心化か重心化ってなんか最近全然しなくなったよねなんか久々にあれ前回の重心化誰だっけっていうレベルじゃない誰だっけミゲルだっけリゲルかこれってソーヒーじゃない水属性っぽいでしょソ総比水属性あこれ私が確かあれ言ったっけなんかソ総比って結構ね水属性の確か唯一の壁ドンじゃなかったっけだから結構私こいつの性能期待してるんですよねただば攻撃型方面にあ,あ違うわどんな感じ えっと、はい、え砲撃あれオーランチ砲撃だったっけ反射の砲撃あれこれ私の知らない毛利元就の方か。反射侍砲撃ゆうくり、超満員もらって友情コンボかけるに思ってる、転送壁。また水の転送壁。<laughs> マジ水転送壁増やしすぎでしょ。でえー、っと沈王封じに、そうね、生成封じかな、キラーマシマシはこっちに引き継がれたのね。で、全部スワビだし、あと、回復 M をも,もらってる、 で、SS がヒットした敵の弱点露出か。で、ただの弱点露出だから速度強化されないパターンね。で、貯絶基段とトライアングルボム。誘発しまくったらなんか強そうな予感するけど、多分このキャラ、挑戦権解放した超砲撃艦隊だと結構ヤバそうな気がする。だって、ジンの友情の2倍のイメージでいいよね。ジンさんってあの、ワートリのジンさんね。あれと同じイメージだから結構 やばそうじゃない <laughs> ただ問題はこの人に4体挑戦権解放する人はいるのかという、そっちの問題になりそうな。露出しても、気段が弱点に当たりやすくなるから、そういうところでいいのかな続きまして、8、スシローかけるモンストコラボ開催地。時期悪う <laughs> 時。時期悪、これ。ということで、次回は、 2月16日の木曜日。まあ、粋順,順当に考えたら、今までのコラボと一緒で、多分ここで、第2弾超級曲。まあ、ハガレンの原作知ってる人ならわかると思うけど、あの方が、まだ残っていますんで、多分あの方が出てきて、そうね、多分最後になるんじゃないかな。まあ、ああの方出てきたら、そのさらに向こう、昨日、あの、鬼滅みたいに、第3弾超級曲は、ないと言っても、いいんじゃないかな。多分もう他に、いないでしょ、ブラッドレイが出てきたんだったら。多分あの方しか、 残ってないと私の頭の中では思ってるんだけどな。す、スシロー。<laughs> いや、もうこれ上様。いや、思ってたんだろうな。何やっとんじゃいみたいな。<laughs> 裏で控えてんのにとか。絶対思ってたんだろうな。で、まあ、ラキモンはこんな感じになってますと。あ、エンビーとかいるね。エンビーの情報修正私すげえ気になるんだけどな。どういう風になるんだろう。いやーでも、はかれんコラボだったかー。いや、確か私の予想で。 いや、全くかすりもしなかった気がする。もう今更ハガレンはやって来ねえでしょみたいな。一番旬のタイミングは、もうないんじゃねって言ってたから。いや、ここで来るか。ってことは、じゃあ、リコリツイカエとかはやっぱ、来ないのかな。まあ、そんな感じになってね。どうだろう今回のキャラ。でも結構、天馬のキャラはあんまりいなさそうだから、前回のガンダムコラボとかみたいに。なので、そういうところで、まあ、高難易度ガチ勢の人は、 もしかしたら引かないみたいな感じあるかもしれないですね。だから結構ね、私、ネタ攻略がちでだから、でも、このキャラ結構やばそうな気がする。やっぱ、ロイ・マスタング。あとはまあ、私のネタ攻略要因で、アルフォンス。いや、やっぱり <laughs>、壁ドンできるし、ダメよは直消えせるし、加速壁に直せるし、いや、これちょっと、面白そうな攻略、いつか一回ぐらいできるんじゃないのかと思ってて、すごい楽しみですね。はい、そんな感じで、終わります。ごきげんよう。